はい、どうも、一般男子高校生西村春樹と申します。どうもこんにちは。3日ぶりでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。いや、そうですね、本当にもうちょっと、まあ前々から告知していた通りなんですけれども、この後ろ見えるかな、この島スペイン村パルケエスパーニャの方に行ってまいりましたよ。もう本当に楽しかった。本当に楽しくって、もうめちゃくちゃね、もう今もう帰ってきて早々だけど、もう次行きたいもんね。もうすでにもう次のこと考えてるくらいね、すごく良かったんでね。こんばんは、おかえり。あ、どうもいらっしゃいませ。ゆっくりしていってください。ありがとうございます。本当に。いや、もうね、すごくね、楽しかったですね。ちょっとそこら辺の話をね、今回ちょっと1時間ほどさせていただきたいなと思って、ちょっと急遽ね、枠を取って、取りに来た次第でございます。いや、本当にね、まあね、ちょっとそこら辺のね、経緯をね、まず話いたしますと、もうなんかすでに1ヶ月2ヶ月くらい前には、もう今スペイン村に行くこと自体は決まってたんですね。というのも、あの友達がね、あれですね、てか、まああれすごい流行ったじゃないですか、あの、まああの某有名 VTuber、 まあ名前出しちゃうと二次三次の須尾サンゴさんですね、のあの配信でこの島スペイン村についての話題を果たして、こうそれがなんかもう激バズりしてで、それでね、あのでまあすごいなんか有名になって、その島スペイン村の職員たちの目にも留まってって、でそれがその縁があって、こう今回ね、こうコラボをするに至ったっていう感じなんですけどもね。もうなんかもともとその面々、二次三次の方々がすごい好きだったんで、一番最初の大バズの時にはもう行きたいと思ってたんですけど、なんかね、その時に同じなんか二次三次好きな友達がのホテルをね、なんか衝動的に取ってたらしいんですね。けど一緒に行く人がいないからどうしようかなみたいな感じのことをツイッターの方でつぶやいてたんですよ。もうそれ見た瞬間、あの俺はね、行きたいなって思ってたから、もうそれ見た瞬間、あ、行こう絶対っつって結構なんか前のめりでね、あのその人にその連絡送っちゃって、でね、まあ一緒にね、その人と二人で一緒に行くことになりまして、友達と一緒にね。でまあ28で、それであの3月28から、30日まで3日間お休みいただいたわけなんですけれども、まあ、でも実際に行ったのは29、30の2日間ですね。おととい昨日の2日間で行きました。で、あの、まあ、28日は、まあ、予備、あの、あれだったんですけど、まあ、でも言ってあの、シンプル休みだったんですけれども、ただまあ、それでね、そんな直前まで配信してるのもなかなかやばいので、ちゃんとそこは準備期間ということでお休みにしたんですけどもね。ただまあね、そこら辺でもちょっとね、一悶着あってね。というのも、まあ、前々からちょこちょことこう、会議というかで、なんかどうするみたいなの話は裏でしてたんですけれども、その人と。その、まああの、普通に二人とも関東勢なんで、まあなんか東京駅からね、東海道新幹線乗って、名古屋まで行って、で、名古屋から近鉄、の特急に乗り換えて、宇賀田駅まで行った。あとは、宇賀田駅からバスで、スペイン村に行こうっていう、まあ、王道なルートで行くことにはなってたんですけれども、ただね、あれなんですよね。あの、なんだっけ、
その名古屋近鉄名古屋駅から宇賀田駅までは、終点の賢島駅まではあれです、めちゃくちゃいい特急電車島風っていうやつが通ってるんですよね。その辺もなんか確かそのんごちゃんが言及してたと思うんですけど、てかコラボのやつにも組み込まれてたと思うんですけれども、それのやつでね、どうせ行くならそのやっぱいい、すごくいい特急電車乗りてえじゃねえかっていうことで、それにちょっと乗る感じで行こうよって言ってたんですけれども、ただそのそれをね、友達が調べてみたところによると、どうやらその島風は1日1本しか出ないらしい。それでそれが朝の10時に名古屋、近鉄名古屋を出発するらしい。だからそれをに乗るためには、まあ、東京駅を8時に出発しなあかん。逆算すると俺はもう6時ぐらいにはもう何起きて準備をしなあかんっていうことで、なかなかタイトなスケジュールだなとは思ってたんですけれども、でもそんな感じで、ね、まあ、とりあえずまあ行けなくはないだろうっていうことで、その計画でまあいろいろ進めてたわけなんですけども、結構直前になってね、27日ぐらいで、ちょっと、27、28ぐらいで、少し問題というか、また一つ問題というか発生しまして、友達がね、ツイッターでなんか、とある気になる情報を目にしてしまったらしくって、なんかなんだっけ。やっぱ今はね、そのコラボもあって、近鉄名古屋から宇賀田駅までの特急はすごい混み合うので、予約をね、窓口で予約を取るにしても、結構直前にね、もうあと10分で出るんで、今から出してくださいって言うと、結構駅員さん的にもかなり負担になるらしいので、もう1時間前くらいにはもうやっておいた方が、予約をね、しておいた方がいいっていう感じの、ツイッターの情報が流れてきまして、1時間前、となると、俺たちはもう東京駅を7時に出発しなあかん。あ、大変だってなって、もう、しゃあないんで、もう、どうしようってなって、もう仕方ない。俺はもう、今から出発するって言って、もう28日の夜にはもう出発して、東京駅のね、近場のね、ちょっと一駅二駅ぐらい先のね、ところの、まあ、ネットカフェにね、泊まりましてね。そう、そこに行ってね。そう、初めてだったよ、ネットカフェに泊まるっていう経験もね。今までそういう、なんか、あれをしたことがなかったからさ。てかそもそもネットカフェ自体を全然使ったことがなかったから、あ、こんな感じなんだって思いながらね、結構まあ初めてっていうやつも、初めてバフもあったから、かなりね、あ、面白い、こんな感じなんだネットカフェってっていう感じでね、ちょっと目に映るものすべてからが新しいみたいな感じでねやってたんですけれども、なかなかの強行軍でした。そう、結構ね、今にして思うと結構そう思うんだけどね、なかなかね、だいぶタイトなスケジュールではあったけどね、でまあ楽しかったんでよかったんですけどでね、ネットカフェに泊まってね、びっくりしたのはね、そのネットカフェ行くじゃない、ね、何があれってね、いろいろなんか言いたかったことはいっぱいあるんだけども、とにかく一番びっくりしたことは、まず、まあ、ネットカフェだから、まあパソコンがあるじゃないですか、もうつけるじゃないですか、あったら、まあ、とりあえずねっていう、もうすぐ寝ちゃうけど、まあねっつってつけるじゃない、デスクトップにね、真ん中のところにポンって置いたのね、その、アダルトサイトへのさ、入り口がさ、あ、こんなもうデスクトップのど真ん中のところにあるんだって、もう2クリックでそこ行けるじゃんっていうね、ところでちょっと笑っちゃったんだけど、その後ね、ちょっと、おトイレ行こうって言って、部屋抜けて、その階のね、トイレに行くじゃないですか。なんかね、そこのなんかネットカフェは、トイレがね、2つ分かれてて、共用の、まあ、男女共用のトイレと、まあ、男子トイレの二つがあってね。まあ、どっちもなんか、言うて洋式のね、まあ、普通のトイレだったんだけど、一個便座がポンってあるんだけどね。でもまあ、その男子トイレの方入ってみたらね、もうびっくりした。あ、男子トイレ、なんで女子専用じゃなくて男子専用の方が置いてあるんだろうっていうのがちょっと謎だったんだけど、入った瞬間その謎解けて、置いてあったんだよね。自動販売機が。青玩具の。もう本当にさ、何このトイレのさ、タンクの上のこのスペースのところにさ、ポンって置いてあってさ、4つぐらいのさ、こうお金をさ、チャリンチャリンって入れてさ、ボタンピッてやったらさ、ガーって開くやつ。なんかホテルとかでさ、なんかちょっと置いてあるじゃん、そういうなんか何チキンとかさ、カップ麺とかが手に入るタイプのやつの中に青玩具が入ってて、おーってこんなの置いてあるのって思って、すげえびっくりしちゃってさ
あ、確かにこれはなんか共用の男女共通のトイレには置けんわっつってね、ちょっと合点がいたんだけどさ、もうそういうものを見る目にする機会なんてないからさ、マジでびっくりしてさってちょっと恐れおののきながらね、普通におしっこしたっていうことがあったんだけどね。誰が配置したか、どうだろうな。多分ね、でもそういうタイプのネットカフェとかのそういうところのさ、いろんな人が触れる公共の場のさ、ネット環境っていうのは多分一回ログアウトっていうか一回電源切ったら全部データ消えて元に戻ると思うんだよね。だから多分もうそういうものとして、店側がそういうものとして置いてるんだと思うんだけどね。いや、わかんないけどね。で、まあそれで普通にまああとはシャワーね浴びて、でブランケットね、貸し出し可のブランケットを借りて、でもそれにくるまって部屋で寝るじゃないですか。なんだけど、ああ、そう、その前に一個ね、なんだけど、その、シャワーに行くために、シャワー貸してくださいって、一回フロントにね、行かなきゃいけないんだよね、伝票を持って。で、伝票を持って行ったら、代わりにシャワー室の鍵を貸してくれて、それで入るっていう感じなんですけれども、なんかね、それとか、あとまあ、普通にブランケット借りに行ったりとか、あと普通にシンプルフロントとかに行ったりね、行ったんで、何回かそのフロントに一回ね、降りて行ったんですけども、なんかね、妙にね、行くたびにね、おそらく、同じ階に泊まってるであろう、なんか海外のおっちゃんとね、すっげえあったんだよね。あれ、なんだろうな、マジでね、本当に、海外の、いやもう日本語じゃない、全然普通に多分英語、喋ってる海外のね、おっちゃんがいて、の人と、マジでなんか3、4回ぐらい、フロントに行くたびに絶対会ってたからね。だから、全然示し合わせたわけじゃないんだけど、全くね、二人とも同じタイミングでね、フロントに降りていってて、すげえなんか顔合わせて、もう最後の方は結構ね、向こうの方も結構フレンドリーにね、はい、みたいな感じで、ちょっと手をこう軽く上げて、会釈するみたいなね、感じがあったりしてね、ちょっとなんか謎の奇妙な友情が芽生えたりしてね、っていう感じで行って、そのかも、まだたどり着いてないんで、もう10分使っちゃってる、マジでやばい、早く行こう。で、まあ、普通に次の日ね、まあなんか全然何のあれもなく、もう全然目覚ましよりも前に起きて、普通に身支度整えて出発して東京駅から新幹線に乗って名古屋まで行くじゃないですか。なんですけども、その前にちょっと一つだけ言い忘れてた、まあその島風に乗るからちょっと早めに行くってなったんですけれども、最終的にね、その島風に乗れなくてっていうか、乗れはしたんだけどちょっとじゃ乗れなくて、名古屋駅からその島風乗って宇賀田駅まで行こうと思ってたんだけども、友達が調べたところによると、もうすでになんか名古屋から出てる島風の席は全部埋まってたらしくてでも取れなくて、でもなんかその名古屋駅から出てる駅で、その途中のね、鳥羽駅までは特急で行って、鳥羽駅からならその島風はなんかちょっとだけ空いてるらしくて、からまあ、言うて20分くらいなもんですけど、まあ、途中までね、その途中の鳥羽駅まで普通の特急で行って、そっから20分だけ、宇賀田駅まで行くまでの、その20分の間だけ島風を楽しもうっていう感じのプランなんでね。でもってその友達は、マジでシャツで、仕事の都合上もう、寝ない方がいいって、もう、寝ずに始発で新幹線乗って、先に名古屋行っちゃったから、俺は後から遅れて、一人で行ったんですね、その東側の名古屋まで。こんばんは、お金ありがとうございます。本当にあとゆっくりしていってください、ありがとうございます。それ偶然だったんか、発展だったなことあるかいな。シンプルネットカフェやぞマジで。だとしたらまずいでしょうが、どういうところやね。普通にあれだ、マンボウだ、普通にマンボウでそんなことあったら嫌でしょうかよ。俺だってそんな狙い下げたわ、我が人が。でまあ普通にね、一人で、東海道新幹線乗って、朝のね、結構早い時間のやつでね、乗りまして、最終的に7時半くらいのやつに乗ってね、行ったんですけどもね。まあでも普通にね、結構窓際の席に座って、行くじゃないですか。今回はね、進行方向右側の山側のね、ところに乗ったんで、ちょっと窓からね、車窓から外を見ながら、こう眺めながらね、富士山を眺めてありましたよ。やっぱりね、そういう東海道新幹線は何度乗っても楽しいね。どっち側乗っても楽しいからね。海側乗っても山側乗ってもね。でも、ずっとね、そう、ずっと、イヤホンつけて曲聴きながら行ってたんですけども、その間ね、新幹線乗ってる間ずっとね、沖縄民謡を聴いてた。
全然もうスペイン要素一切なく沖縄の民謡一生聞いてて、でもね、着く頃にはね、ああ沖縄来てーなーってなりながら名古屋に降り立ったっていうねのがあったんですけどね。富士山、そうそう富士山をねちゃんと見ましてね、ああもう熱海あたりとかね着いたりって、もうすごいでっかく見えてね、ああ富士山だすごい、山がすごく近くにある、埼玉に山がないからすごいねーなーって思いながら見てましたね。新幹線、あ、そう、新幹線すごく硬いアイスさ、実はまだ一回もね食ったことないんだよね。車内販売がさ最近はあんまりないじゃない、からさなかなか食う機会なくってさ、あと基本的にそう、あの新幹線乗ってる間ってさ、あの友達とかいないときはマジで一生車窓から外の景色眺めてるだけだからさ、もうなんか何そのワゴンのお姉さんとかさ知らんうちにもう通り過ぎてるのね。だからまだ食ったことないんだ、ちょっとね気にはなるけどね。でまあ名古屋着いて、あの名古屋のね名古屋駅のあの金時計有名なところですね、のところで友達と合流して、でまああのそこからそうですね、まあ近鉄にのホームに行って、そうですね、そこでね近鉄の方の名古屋駅のところでね、あの改札のところでようやくありました、島スペイン村の広告がね、壁一面にドンってでっかいやつがあって、おースペイン村だ今から行けよっつって、であの改札の上のところにさ、あのモニターあるじゃないですか、そのモニターのところにもあのんごちゃんのね、宣伝のあの島スペイン村に行こうってやつが流れてて、そうそうそう、それ見てね2人ですごいわーってテンション上がってね、でまあホームに乗ってホーム行って、そのお目当てのねあの普通特急に乗り込んで、まあ行くわけですよね。で来てそうそう行きましたよ、そりゃね、あ来ていただいてありがとうございます、ゆっくりしていってくださいワニさん、つわけでまあ行きまして、まああの普通にね、まあ談笑しながら行くわけじゃないですか。何だったっけな、何だったか忘れたけど、なんかソサゲの話になって、なんかあのその間にね、あのまあ結構時間も長かったからソサゲやってゲーシン開いたんですよスマホでね。で今ちょうどなんかガチャをやってるから、あのじゃあ引いてみちゃおうかなと思って引いたら、あの星5のやつが出るっていう。ちょっとあんまりなんか変なとこで変な運使っちゃうっていう、星4の新キャラと星5のあの一番激レアのキャラが出てくるってね、神里彩花っていうっていうなんか変な運を使いつつも、まあ向かって鳥羽駅に到着します。で鳥羽駅でその島風に乗り換えていくじゃないですか、この話題のねくっそいい特急電車島風乗りますかね、もうびっくりした、あ皆さん、あの、すごいんですよ、あの電車。あのね、一列にね、席がね、三つしかないの。だって、東海道新幹線でさ、あの、一列にさ、席五つあるじゃない？三、二で五つあるじゃん。三、二で通路挟んで、五つもさ、もう一人、一列に五人乗れるのにさ、その島風はさ、あの、一列、三人しか乗れないの。でも、21の席しかないの。ええー、って、広々って思って。しかも、リクライニングデッキじゃないですか。ああいう感じの特急電車ってさ。だいたいさ、このさ、脇のところにさ、あのポチってボタンがあってさ、ボタンを押しながら、こうやって背もたれにグーって乗りかかるとさ、あの、リクライニングスススススススってなるみたいなさ。そういうのがあるじゃないですか。でも、島風はね、違うの。全自動。この辺にさ、こう、ボタンがさ、おい、あって、なんかもうマッサージしてみたいなボタンが置いてあって、それポチッと押したら、うーってなるんだよ。何それ怖ーってなりながら、二人してね、すごーって思ってたら、急になんかその、車内販売みたいなお姉さんが来て、あの、島風によかったって、あの、乗車記念のね、カードをね、もらったりして、あとお手拭きもらったりして、こんななんかサービスまで受けられるの？だいたいこういう電車なんてなんか乗ったら、だいたいなんか、無限にされるというか、無関心に貫かれるやつじゃん。なんか自分からアクション起こさないとさ、何ももらえないみたいなさ、やつが、なったりするからさ、向こうから来てくれるんだって思って、びっくりして。もうその時点でさ、すごくてさ、めちゃくちゃいいじゃん、このまんま、あと3時間くらいでこれ乗ってたいねって思って、言ってたんですけど、まあ、剣もほろろ、20分で、ね、うがた駅ついちゃってね。悲しいことにね。島風、本当にすごかった、マジで。腰なんかついて、どっちだ島風？それとも俺？俺は確かについてくると、ちょっと見る。ちょっとこの状態で見てもらおうか。
ぱいや、ちょっとなんか腰が出るぐらいでいいでしょ。日付のスタンプついてる、嬉しい、わかるわかる。本当にそれさ、今このボスのそこにあるんだけどさ、今ちょっと待って、あのバックの中にあるんだよ。ちょっと待って、どこ？ここに、ここ。あ、こっちが。あとでもそうそういうのもらえるのもすごい嬉しかったし、なんか何もアクション起こさなくてもなんかこっちにさなんかしてくれるこのサービスの精神もすごかったしさ、エアー機能ついてて膨らんだりし、あ、そんなのあるの席に。そりゃびっくりやな。あとあのこう前のさとこにさ、なんか席のさ前の席の 背もたれの部分にさついてるさ、この何机みたいなやつ、あのちょっとあのくぼみがついてて、あのペットボトル置けるみたいなさやつもさ、もう全然違った。大体他のやつとか新幹線のやつはさプラスチックのやつじゃん。それなんだけど、その島風はね、もうなんか木なんだよね。ブラウンの木があって、ここまで違うんだ。もうなんかすごいなんか高級感あふれる茶色い木のさ、木目がさ綺麗な感じのやつの机になってて、あ、すごいって二人でねしてやっててね。もう本当になんかそれ3時間ぐらい、2時間3時間ぐらいさ、もう名古屋からさ、宇賀田駅までそれ行きたかったよ、マジで。なんで20分しか乗れへんかったんやろ、マジで。何だからね、行ってね。で、まあ途中であの、ゴちゃんのアナウンスが流れてすげえテンション上がりながら宇賀田駅着いて、で、まあ普通に行くわけなんですよね。あの、バスに乗って、島スペイン村へ行くわけじゃないですか。まああの、手前のホテルのね、島スペイン村ホテル。そこのところに降りて、まあその日はね、そのとこに泊まる予定ではあったのでね。って言ってもなんか昼過ぎ3時前ぐらいだったんですけどもね。ただチェックインが3時からだったので、一応なんかチェックインですか、まあ部屋入れるのが3時からだったんで、なんでチェックインだけ済ませて、あとそのね、ホテルのコインロッカーのところに荷物を置いて、とりあえず下見に行こうって言って、もうパークに向かいましたよ。いやー、向かってね、すごかったもんね。本当になんか、まあいろいろとね、まあ、とりあえず、あんまりがっつりは、その日は1日目はがっつり行かずに、とりあえず下見でね、なんかちょっと、とりあえずふわーっと見て回る感じにしよっかっつって、園内をいろいろ見て回ったんですけど、公式ホテル泊まれたの、あ、そう、友達がね、その公式ホテルに、チケットをね、取れたので、2デーパス好きなんでね。で、2人分のやつだったから、ちょっとなんか誰か、暇な人おらんかなっつってたのを、俺が目ざとく発見して、行こうっつって、一緒についていったっていう感じなんですよね。で、そう。で、まあ、パークに行って、いろいろ見て回ってね。で、あんまり並んでないタイプの、すぐに乗れるタイプのやつの、何アトラクションとかに、ね、入ったりしてね。氷の館ってやつあったじゃないですか。多分うごちゃんの公式動画でもあったと思うんですけど、氷の城っていうね、本当になんか氷でできた、なんかこう、氷像とかが置いてあるタイプのね、アトラクションに、まあ、本当になんか誰も並んでなかったから、あ、入っちゃおうって言って入ってみたら、バカ寒かった、マジで寒かった。本当にね、入った瞬間、いやもう、いや、考えてみれば当然なんだよ。全部氷でできてんだからさ、氷溶かしちゃいけないから、その氷の維持するために、もう冷房中かもう、冷凍庫、ガンガンかけてね、本当に、もう、キンキンとかじゃない、ギンギンに冷やしてんだけどさ、もう鬼寒くって、なんかこうさ、そういうさ、なんかスーパーのバックヤードみたいなさ、入ったことないからわかんないけどさ、そういうなんかスーパーのバックヤード的なところにさ、行くのにさ、バックヤードの、そのなんか冷凍庫的なところにさ、ってかさ、行くときにさ、こうなんか、何透明な、こうなんか、なんて言うんだろう、今コンビニとかでさ、レジのところにさ、かかってるあの透明なこの、へにゃへにゃのやつ、どんなか蛇腹みたいなやつがさ、ジャラジャラジャラっていうの、すだれみたいなやつがさ、あるじゃん。それをこう、かき分けていくじゃない。それがなんか2回ぐらいあってさ、いや1回かなあって、もうそれ通り抜けるじゃん。寒いの。扉あるじゃん。開けようと思うじゃん。で、取っ手に掴むじゃん。掴んだ取っ手がもう、バー冷たい。アホみたいに、ヒヤンでさ、うわってなって、開けるじゃん。もう冷気。
もうほとんど轟きショートの右の方、左か、あ、右かの方で、もういや寒寒ってなるよな。あ、すごい、あ、ひまわりが氷漬けされてる、あ、すごい綺麗、すごい寒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 い、早く出よ早く出よ早く出よって。もう本当にね、マジなんか滞在時間2分ぐらいあった。だから氷のベッドとかあったけど、マジでなんかもうそこで寝るとか無理だった。もうそこにたどり着く頃には、あのその氷のベッドになんか寝転がるみたいな、そういうね、何あの思考というか、そういう考えも一切なかった。なんだけど、あのそのね、なんか最初に入ってたであろう女の子がいて、ちっちゃいね、女の子がいて、そのベッドね、氷のベッドにね、腰掛けてたんだよね。マジで寒さ耐性すごいじゃんっていうね、もう寒さ耐性バカ強い女の子がいて超びっくりしたっていうね、こんな感じで、寒い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 ってながらもう俺たち二人が出たんですけどね、そう、あのベッドに、そうあのなんかね、すげえ涼しい顔でね、そのベッドに腰掛けてる女の子がいてね、すごかったマジで。あの女の子は結構ね、特殊な訓練受けてると思うわ。でね、こういうのお城行ったりとか、あとはなんかね、あとはなんかこう回ったりして、なんだっけ、あとあれだ、あのあれを見た、あのハビエル城博物館っていうやつがあったんですね。そこに行きましたね。子供は風残ったやつがかもしんないなとはいえなんかマジでね、 なんであんなになんか涼しい顔で座ってられるんだろうなっていうのがあったけどね、超怖かったマジでハビエル城はねすごく良かった。あのもうお城っぽい感じだったんですけどね、もう建物の外観自体がね、なんか本当になんかあの工場みたいな感じだね、工場船みたいな感じで、戦うためのお城みたいな感じだね。あの本当にさ、みんながなんか西洋のお城っていうとさ、よく書きがちださ、この上の方のこの凹凸のさ、あれあるじゃん、あのあれが本当にすごい正直にさついてるタイプのお城だったんだよね。うわーすごい、子供の頃お城って書いたお城がそのままあるって思ってテンション上がっちゃって入るじゃん。マジですごかった、あの本当にすごかった。あのね、博物館っていうぐらいだから、本当にあのスペインと日本のね、日本の文化と、じゃ日本のこう歴史とスペインの歴史を絡めた感じでこういろいろ紹介してあって、あのねマジですごかったっていうか、あれは本当にね、一応パーク内のね、島スペイン村のパーク内にあるアトラクションの一つではあるんだけど、あれ単体で一つの施設として成立するぐらいすごかったんだよねマジで。なんならあれだもん、あの昔なんか秩父かどっか行った時にさあった、なんか秩父海洋なんか歴史博物館的なそういう感じのやつがをと、なんかね規模で言えばね、どっこいどっこだったね。マジでね、そのなんか秩父のなんかちょっと田舎のね、ちょっとした博物館と、そのハビエル城博物館は、マジでトントンだったからね。それがなんか、ね、パーク内の一施設としてあるっていうのがすごいなって思ってさ、本当にスペインを愛してるんだなっていうのがすごいありありと伝わってきて、すごかったです。っていう感じで、まあやってたらまあ結構時間もね、時間になっちゃってね。その日はまあそんぐらいでね、ちょっと、まあホテルの方に戻り、まあ一日、あのホテルのね、ホテル少し疲れを癒しながら過ごしたわけなんですけれども、リゾート法の卵で、おい、もう、そういうこと言わないスペインで一貫して、あ、これは本当にそう。ま、本当にね、あの、もうパーク内全部がね、ちゃんとスペインだったからね、マジですごかった。初めて聞くテーマパークがスペインメインなので、あ、そう、本当にね、あの、伊勢島のね、三重県のね、島の半島の先っちょのとこにある、ちょっとしたね、結構がっつりすごいね、本当にすごいね、テーマパークなのよ。なんだけど、あの、あまりにも交通の便が悪すぎるっていう、あまりにも交通の便が悪すぎて人がいないっていうことですごいバズり散らして有名になったっていうね、テーマパークなんですよね。実際ね、あの、マジで交通の便は悪い。5時間かかったからね、片道。ミュージカルもちゃんとスペイン、あ、そう、本当にね、マジでね、すごかったミュージカルのやつもね。それは2日目に行ったんだけどね。ちょっとそんな話すか。そう、2日目に、その島スペイン村2回、2日目に回った時は、そのキャラ、ちゃんと会場のね、9時半から行ったんですけれども、
ちゃんとねミュージカルだからそういうねパレードとかも見てもらってすごかった。それも交通の便だけはどうしてもねそればっかりは多分ね向こう側もね認めてると思う。マジで交通の便は悪い、本当に潰れないのが不思議なくらいって言われてるくらいだけどね。まあでも言うてまあ天下の近鉄が参加だからさっていうのはあるだろうな。なんだけど、まあ、例えばその2日目に入る前にちょっとその1日目のホテルの話しようか。まあ1日目でね終わってねホテルに帰りますかね。でまあチェックインは済ましだったからフロントでキーだけ受け取って、あと荷物もねロッカーから出して、でまあ部屋に向かうじゃないですか。部屋に向かったら部屋に向かって入ったらびっくりした。マジで部屋が広々なの。こんな広いことあるって思って。もうだいたいさ、そういうとこのホテルってさ、まあ扉開けるじゃないですか。したら、まあ、右か左かにさ、こう洗面台とかトイレとかお風呂とかがあって、で、まあその廊下の突き当たりのところにあるじゃないですか、部屋が。でもまあ言うてそんなさ、一部屋、まあその奥のさ、突き当たりのベッドが置いてある部屋とかさ、そのなんか、洗面台とかお風呂とかもさ、言うてたかが、広さなんて、たかが知れてるじゃないですか。あねえ、ホテル島スペイン村のね、部屋、バカみてに広かったね。あのねその奥のね、奥側にあるベッドとか置いてある部屋もね、普通の、そういうところのなんか、何ビジネスホテルのね、もう、なんだろう、3分の1っていうかまあ、倍くらい倍近く、まあ、倍かなくらいね、本当に広かった。やばいくらいに、なんか、こんな、ベッド置いてあって、その前のところにさ、こう、何テレビとか、なんか台とか置いてあるじゃない？なんか、こう、化粧台的なさ、そういうなんか、椅子が一個置いてあるタイプのさ、やつ。そのさ、テレビ台とベッドの間に、こんなに隙間空いてるかねっていうくらいね、あったもん。大体のホテルなんてさ、そこのなんか隙間なんてさ、ちょっと一人ちょっとこう、寄って通れるくらいのさ、スペースぐらいしかないのにさ、こんなに広いかね？もうその部分でさ、寝られるべってくらい広くって、って、もうこんな広い部屋で、2デイパスついて2万ちょいぐらいなの。マジで値段バグってるって思って。間に合った。あずきさんいらっしゃいます。ゆっくりしていってください。いいな。本当に良かった。マジで。はるきさん、ああ、はるきさん、本当にね。あずきさんも早くこう、ホテル、島スペイン村、マジで良かったよ。隙間、本当にでかかったよね、マジで。でかかった上にさ、こうテラスあるじゃない？テラス。そう、テラスついてもすごいしさ、その前にこう、何こう、机とね、椅子が置いてあってね。いやもうめちゃめちゃそこだけでも満足も高かったし、洗面台も広い。トイレも広い。トイレもなんかね、やばかったもんね。だいたいなんかこの、長さがね、入るじゃない？トイレあるじゃない？便器が。長さが2倍ぐらいあった。便器の前にもう一個便器置けるくらいのスペースあったもんね。で、まあ、お風呂、部屋風呂ね、あるじゃない？部屋風呂も、めちゃくちゃ広い上にさ、部屋風呂すごかった。構造が狂ってた。まずこうね、脱衣所のところがあって、まあ扉が開けたらお風呂あるじゃない。シャワーついてるじゃない。それはいい。お風呂、シャワーついてるところがある。それはまだいい。なんでそこにさ、シャワー室ついてんだろうって思って、このさ、ちっこいなんか個室のタイプのさ、シャワーだけがこう、ついてるタイプのさ、銭湯とかでもさ、あるじゃん。このなんか、出るときに、こう体流してくださいねっていうさ、ところはさ、出入り口のところにあるじゃない。その出入り口のところについてる、体流し用のシャワーが、そっくりそのまんま、その部屋風呂のところについてて、おかしいねって思って。どういうだってしかもさ、その浴槽のところにもさ、シャワーついてんだよ。だからシャワーヘッドがさ、2つあるの。お風呂の中に。おかしいって。全部狂ってた！マジで。でも、恐れおののきながらね、まあ、ひまわりの湯に行ってね、本当に、ひまわりの湯もすげえ広かったし、めちゃくちゃ良かった。本当に、いいとこだったな、マジで。外の景色も、外の景色もすごく良かった。
中庭かパークかどっちか見られる。あ、そうそうそう。俺のね、泊まった部屋はね、俺のってか俺たちの泊まった部屋は、どちらかというとね、パークと逆方向側だったんだけども、それでもね、相当景色綺麗だったね。本当になんか、てか、島スペイン村自体がさ、ちょっと、ま、今マップ開ける人は見てほしいんだけど、すっげえ僻地のね、あの、結構自然の中にあるから、かなりね、自然いっぱいのね、森、木、いっぱいっていう感じのところにあるから、すごいね、空気も澄んでたし、そのね、部屋にね、そう、さっき言った通りに、ね、テラスついてんの。もうテラスから見える景色すごい綺麗だったの。めちゃくちゃ良かったよ、本当に、マジで。もう一回あそこ泊まりたいわ、マジで。いい写真、もういい写真めちゃめちゃ撮れたよ、マジで。すげえ良かった。でもなんかテンション上がりすぎて、逆になんかもう、写真を撮るってとこまで至らなかったんだよな。上がりすぎちゃって、テンションが。惜しいことをした。で、もう一回マジで行きたいし、スペイン村は。風呂にシャワー室ついてるのレアだよね。もう本当に、俺初めてだったから、あんなでさ、あんな、お風呂にシャワー室ついてるなんていう構造のね、部屋風呂を見るのが初めてだったから、もうびっくりしてさ、あんなあるんだって思って。自然がスペインっぽいからスペインをテーマに島、スペイン村作っただけのことだ。ああ、確かにそう、そうかもしんないね。あんまちょっとね、あんまりね、スペインのことについて詳しくないから、スペインの食生とかについてはあんまりね、存じ上げないんですけれども。でもね、すごくね、そのホテル自体もすごく建物がマジでね、本当にね、それこそうんごちゃんが言ってた通り、マジでね、親の仇かってぐらいね、お皿がいっぱいあんの、壁にね。こう、飾り皿がもうこれでもかってぐらいに、ボコ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 置いてあって、もう最後の方はもう、あれだからね、二日目の中最後の方は、もう壁に飾り皿がついてることに何の違和感も持たなくなったから、ミニ市場の風景に溶け込むくらいね、飾り皿がいっぱいあったね。もうすごかった、マジで。で、まあ、それね、次の日にね、行くじゃないですか。まあ、起きて、島スペイン村向かうじゃないですか。マジでね、向かうんですけども、そこでね、一個だけね、ちょっと事件が起こって、昨日と同じように、ロッカーに荷物を預けて、行こうと思ったら、おや、入園チケットが、ないぞ、と思って。で、ちょっとね、時間が結構時間だったから、会場のね、てれれーっていう、きっとパルケースパイアが流れてる、あれとともに、このシャッターがね、入場ゲートのシャッターがガラ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 って上がっていくところを、やっぱ見たいよねっていう話してたから、会場をするね、9時にはもうそこに着いとこうっていう感じで行ってたんだけど、もうなんか、8時50分、55分ぐらいに、待って、ホテルのね、ロッカーのところで、チケットがないことに気づいて、やべ、時間ねえ、ごめん、先行っててって。もうその友達を先に行かせて、俺はちょっともう、ああ、ちょっと残念だけど、あれ見れないのは仕方ない。俺が招いた実態だから、仕方ないって言って、ちょ探してね。見つかんない。ちょっと、もしかしたら部屋に忘れたかもしれないって言って、もう一回フロントのね、お姉さんに声かけて、すいません、ちょっと、お部屋に忘れ物しちゃったかもしれないんで、いいですかって言って、そしたら、はい、いいですよって、職員の人が一人ついてきますんで、つって、お姉さんがね、部屋までついてきてくれてね。なんか世間話しながらね、今日はどこから来たんですか、あ、ちょっと埼玉の方が来ました、遠いじゃないですか、大変だったでしょ、あ、もう片道5時間くらいかかってねって話しながら行ったんですけれどもね。で、まあ何今かマスターキー的なやつで部屋開けてくれて、まあ見るじゃないですか。なかったんだよね。なかったんだけど、でもちょっと部屋のね片隅のところにね、その友達がかけてたメガネが置いてあって、おいお前って、すげえ大事なもの忘れてんじゃねえかっつって。だから、まあ、結局、チケット見つからなかったんだけど、まあ、結果的に部屋に戻ってよかったなって、感じでね。で、まあ、結局見つからなかったけど、まあ、お姉さん曰く、あ、でもなんかホテルに泊まってるってことだったら再発行できるんで、つって、そのままフロントでね、チケット再発行してもらって、まあ、事なきを得た上に、パークのね、パーク時代の会場が、9時じゃなくて、ちょっと間違ってて、9時じゃなくて9時半会場だったんだね。だから、全然、余裕で、20分、25分ぐらいに、はもうその、会場ゲートのとこに俺もついてて、まあちょっと、2人バラバラだったけど、てってー、てー、てれれー、るるーっていう、音とともに、こう、ガーってシャッターが上がっていくところが、まあ、普通にね、見れたんで、よかったです、本当にね。
ホテル泊まったのにちゃんとそっちの入り口から、そう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 、それを見たくてね。でね、俺より遠いです。そうだよ。あれだったからね、二人とも関東勢だったしね、俺なんか埼玉だったからね。もう東京からなんてもう片道5時間かかるんだから、あそこ。もう親切よかったね、本当によかった、マジで。ちょっとね、結構あれだったけど、まあ最終的にね、何もなんかあれもなく見れたからよかったですよ、それもね。で、まあ二日目ね、行くじゃないですか。まずその、うごちゃんのスタンプラリーなんてやろうって、スタンプカードを受け取って行くじゃないですか。で、まあ、そのスタンプをね、まあちょっと事前にね、どういう辺にあるかっていうのは、その、1日目のね、ホテルの中で、その明日どうするかっていうのを作戦会議して、こうやって回ろうっていう大まかなやつを、計画を決めてたので、それに従ってね、ポンポンポンってスタンプを押してって、で、チュロスの引き換え券もらってたから、そのね、うごちゃんが言ってた、もう世界一うまいチュロスっちゅうもんを食べてやろうって、もう最初にね、入って、もう早々にチュロスのやつを引き換えに行っちゃってね。友達は、チョコの味と、いちご味、なんか期間限定のチョコ、いちご味があったんで、そいつをもらって、で、俺は、プレーンなね、メープル、なんだっけ、一番メープルなやつだっけ、シナモンな、間違えた。そう、シナモンチュロスの一番のベーシックなやつを引き換えて、食ってやろうか、って、食べますかね。あ、マジで美味しかった。んごちゃんはね、世界一うまいって言ってたけど、あのね、本当にね、あれ、誇張抜きだと思う。本当に誇張抜きで、マジでね、もう、そんなこと言って、みたいな感じで、一口、カリッてかじって、テイスティーって言おうと思ったのに、マジで美味しくって、カリッて食べた瞬間、うまって、素のリアクション出ちゃって。もうなんか、YouTube やってる人間失格なんだけどさ、本当に美味しくって、本当に美味しくって、チロス。こんな美味しいやつあるんだって。俺ね、なんか、ちょっと違う話なんだけど、ちょっとなんかね、1週間、2週間くらい前に、映画館行ってね、映画を見に行って、ちょっとこっちの方でね。で、ちょっとなんか、映画見る前に小腹すいたから、なんか食べようっつって、でもポップコーンは大きくて重いから、あ、チロスある。それ食べようっつって、頼んで食べちゃったのね。で、それも結構熱々でね、美味しかったんだよ。美味しかったから、もう映画館、館内行って、もう始まる前の予告の時点で全部食べ終わっちゃってたっていうくらいね。だったんだけど、いやもう全然それの日じゃなかったね。それの日じゃないくらいね、もう比較するのもね、ちょっとなんか違うんだけどさ。うまかった、マジで。っていうくらいね。本当にね、あれはね、誇張抜きでした、マジで。皆さん。なんで、もしね、もうコラボ期間終わっちゃうけど、コラボ期間終わった後でもマジで行ってほしいし、マジで行って、そのチロスを食べてほしいっていうくらいね。すごい良かったです。って言って、フラメンコするんでね、ちょっとその時はね、フラメンコするしちゃったで、本当は結局で、ね、その後フラメンコを見に行く予定であったんだけど、行った時にはもう全部埋まっちゃっててね、だから行けなかったんだよ、マジで。マジで、人生一番、うわ、わかる。俺もね、このね、十何年間生きてきてね、一番うまいチロスだったあれや。くらいね、よかった。で、まあそれで行って、スタンプ受け取りつつ、で、ミュージカルを見たんですね。キャラクターのミュージカルのやつがあって、なんだっけ、なんだっけ、名前がね、確か、これだ。キャラクターミュージカル、パティオデルカント、ダルシネアの秘密の花園っていうやつがあって、あ、そうそう、パティオデルカント、それ。があって、そいつのやつをね、見に来ました。あれね、すごくよかった。そのね、一緒に行った友達がね、すごいアレハンドロさん推しなんだけどね、もう本当に、マジでね、出てくるたびにね、うわー、アレハンドロさんってすごい手振っててね。でもなんか、それがね、すごいなんかわかるってなるぐらいね、どのキャラもすごいなんか魅力的だったし、ね、結構ね、実を言うと俺、そういうタイプの、なんか着ぐるみ系っていうのはね、あんまりね、ちょっと得意じゃなかったんだよね。なんか、少し怖いな、みたいな。表情が完全固定でね。っていうのあったんだけど、そのね、ミュージカルのね、出てきた島スペイン村のね、キャラクターたちはね、ドンキホーテたちは、マジでね、みんなすごく良かった。みんな可愛かった。すごいね、動きが、もうなんかこの動きだけでさ、こんだけなんか、キャラクターを表現できるんだっていうのがすごくって、めちゃくちゃ良かった。すっげえ面白かったです、あれ。それのおかげでね、俺はね、メンバーの中でね、やっぱ二人だね、ダルとチョッキーがすごい好きになっちゃったね、俺は。なんでね、ちょっともうその後テンション上がっちゃって、もうダルとチョッキーの、悪気を買っちゃったからね。
このミュージカル本当神3回見たし曲買った、わかるわかる、俺も曲買ったし、友達もあのその直後にもう終わって2秒後くらいにはもう何だか iTunes ミュージックでその曲買ってたってくらいね、すごくよくってね。でその後ね、その後はあの友達はピレネーに行ったんですけど、あのジェットコースターのねピレネーってやつ行ったんですけど、俺はねあのあ本当に怖すぎて、ちょ ごめんちょっと見てるわって乗らなかったんですね。なんかもう本当にね、昔大丈夫だったんだけどさ、最近になって突然さ、この何ジェットコースターの G の感じというか、あのお腹ふわってする感じがすげえ苦手になっちゃってさ、だからマジで怖くて、しかもなんか何傍らから見てるだけでもさ、すごいじゃん、あのなんかギューンっていってグラングランって、ね、ループして、ループだけに飽きたらずこのスクリューカーンっていうやつとかさ、うわーんって言ってギュイギュイギュイうーんみたいなさ、怖い怖いマジで怖いマジで怖いって、しかもあれなんか普通のコースターじゃないんだよ、なんか吊り下げ式のさ、こうあの足フリーなやつだからさ、足で踏ん張れない、無理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 ってなってね。だからちょっともう撮影係やってね、あのもう近くのねあの柵に寄りかかって、友達がこうあのコースターに揺られる様をね撮ってました。でもなその友達はね全然絶叫がね大丈夫なタイプだったから、マジなんかあのすげえ柵とね、その俺の立ってたところとすごく近くを通るね一瞬があるんですけども、その時にね手振ってたからね、こっちの方に向かってお前ようそんなさ絶叫乗ってる間にさ手振れる余裕あるなって思ってさ、びっくりしたもんね。俺だったらもうこの安全バーにすごいさ、安全バーをギュッて握りしめてうわーしかできないからさすげえって思いながら見てた。自分バイキング系乗り物乗ってダウンしたからピレネやめた。あ、ダメだよね。俺もちょっと無理だわって思って。絶叫系はね、ちょっと危険したんですけどね。すげえよな、マジで。だって、その後は、あれですね、あの、カンブロン劇場で、空飛ぶドンキホーテを見ました。で、うんごちゃんのね、副音声入った同時上、なんか、何同時視聴みたいなやつがね、あったんですけども、その前に一回なんか通常のやつを履修しとこうって言って、二回連続でね、見ましたね。まず一回普通にその空飛ぶドンキホーテを見て、二回目で、その15分後に二回目で、んごちゃんのね、空飛ぶドンキホーテを、ね、一緒に見るやつを見て、面白かったんだけどね、マジでね、バカみたいに声優陣が本当に豪華だった。こんなに豪華なことあるっていうぐらいね、もう、あれだもんね、なんだっけ、山崎匠さんとか、東間由美さんとか、あの、沖合良太郎さんとかね、銀河万丈さんとか、やばいもんね、マジで。何あの、豪華声優陣、マジで。桜井とキチャラさんとか、と三谷由紀さんとかね。こんな、大御所も大御所のさ、人たちがもうバカみたいにいるじゃんっていうさ、感じで、本当に怖かったっていうのもあってね。でもすごい面白くてね。あそこでもなんかすごい、キャラクターの人となりとかも知れたしね。でね、それが終わってから、終わったらすぐに後にね、パレードがあって、その、パーク内をね、こう、一周するタイプのやつがあって、そいつを見てね、もうすごいなんかもうバッて、もうなんか、その劇場出てきた時にはもう、こう、ちょうどね、そのパレードの人たちがこう入場してきたタイミングで、なんかこう、この奥の方からでっけえダッシュが出てきてね、こう、コロコロコロってこっちの方来て、で、その周りをさ、ダンサーさんたちがね、踊ってんのね。で、その出しの上にその、キャラクターたちが乗っててね。わー、すごいって。で、たまに止まってさ、パフォーマンスをするじゃない。そう、アデランテ、アデランテ。アデランテ、テテテテテってやつ。あれはって、すごいのよね。ダンサーさんたちとかさ、ファンサがもうすごいんだよね。ここでさ、大体そのパレードってさ、この線貼られるじゃん。で、こんな書いちゃいけませんよっていう、その前に立って、わーすごい頑張ってって手振ったりするじゃない。手振ったら振り返してくれんだよね。そのさ、踊ってるお姉さんたちとかさ、すごいの、あーすごい、わーうわー、そんなことまでやってくれんの。しかもすげえここまでさ、この近くまでさ、来てくれてさ、あーすごい、ありがとうみたいな感じでさ、言ってくれてさ、うわーすっげーっていう。で、
ちょうどね、あの俺たちがいたところのすぐそこで、アレハンドロさんがね、立ち止まってね、で立ち止まりパフォーマンスをしてくれて、あもうね、アレハンドロさん推しの友達もすごかったもんね。あ、いるいる、わすごいすごいって、手振ってくれた、手振ってくれた、手振ってくれたって、もうめちゃめちゃ限界化してて、すっげえ面白かった。でもそういうファンさがね、いやもうすごくってめちゃくちゃ良かった、本当にね、おもろくってね、すごい。なんかモダンさんのね、フラメンコとかのお姉さんも綺麗だったしさ、なんかあの闘牛のね、闘牛のなんか衣装をまとったね、すごいなんかダンディーなおじさんたちもいて、すっげえかっこよくて、もうめちゃくちゃ面白かったなっていう。ファンさん嬉しいよね、誕生日シール貼ってると。あ、そうなんだ、そんなこともしてくれるんだね、それ嬉しいな、それやってくれたらマジで。そう、俺はね、なんかもう覚えてないんだけど、俺自身はもう覚えてないんだけど、なんか本当に1歳くらいの頃かな、1歳もう行ってないくらいの頃に、なんか島スペイン村に行ったことがあるらしくって、お母さんから聞いたんだけどね。でその時にもね、そのもうバブバブのお礼で、もうお母さんに抱きかかえられてるバブバブのお礼に対して、そのパレードのねお姉さんがすげえファンさせてくれたらしくって、もうすごい近くに寄ってきて、もうなんか投げ中みたいな、頬にキスみたいな、わかんない、忘れたけど、そんな感じのことしてくれたらしくってさ、あ、そんなことしてくれるんだってその時は思ってたけど、実際に現地行ってそれ見てたら、あ、確かにそれするなみたいな感じのことあってね、すごく良かったとかね、本当に良かった。であとその後ね、終わったでね、あのコラボラテとかを飲んだり、あのこの友達あのこのコラボのねワッフルを食ったりとかね。で、あのその間、友達はもう一回ピレネ行っていいって言って、ピレネ2回目行ってそうピレネ2回目行ったりとか、あの他のなんかあのジェットコースターとか乗ったりしてて、で俺は俺でなんだっけ、あのあれ、あの電車のやつあのパークを回るその電車みたいなやつがあって、そいつにね乗ったりね、なんだっけあれ、あれだ、あれフィエスタトレインだ、フィエスタトレインに乗って、園内をね一周回って、わーすごーいってカン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 ってやってね、やってたりして、あともう一回あのコラボメニューのなんかサンデー、ごちゃんサンデーみたいなやつを食べて、あ、美味しい美味しい、おい寒いってなったからね食べてね、もうすっごくね堪能してね。2回目行ったんだよ、あいつって来た、すげえやったんだからね、もう2回もすげえ楽しかった、マジで富士急レベルって言ってて、あ、ピレネって富士急レベルなんだ、絶対乗れねえやって見たからねチュロサンデーうまかった、あ、そうだよね、チュロサンデーすごい、そうそう、それ食ったんだけど、マジで美味しくってね、マジで美味しかったし、マジで冷たかった。あの本当にね、調子乗ってさ、なんかテラス席みたいなところで食っちゃったからさ、であの屋根がついてるからさ、風は通り抜けるのに日は当たんないからバカ寒くってさ、寒いって言いながら食ってたで、まあ、あのそのままねキャラクター館に行って、そのキャラクターたちに触れたりとか、あとなんか集まったスタンプを引き換えに行ったりとかにしてね。で、あのそうこうしてるうちに日も傾いてきて、あの最後にねお土産さんに寄ってね、お土産をね買ったりとかねしてね、まあ、そこでいろいろね、あの、まあ、うんごちゃんのねなんかコラボのなんかアクスタとかね、そういうものを買ったりしてね。で俺なんかはもうその時点ですごいさ、あのダルとチョッキーのことはすごい好きになってたから、あの二人のグッズ欲しいって言いながら、そのお土産屋さんのね店内をさまよい歩いてたんだけど、いや、んごちゃんのさ、あのアクスタはあんのにさ、なんでさスペイン村のさドンキーたちのさアクスタないんだろうね。どんだけなんか回ってみてもアクリルキーホルダーしかなくって、アクスタが欲しいよ、俺はそういうタイプのやつをデスクに飾りてえ派なんだって思いながら探したけど、なかったからさ、もうしょうがないっつって、もうダルとチョッキーのアクリルあのキーホルダーを買いましたよ。いや、でもちょっとね、それに関してはちょっと株式会社島スペイン村にねお手紙を送りそうになったもんね。あの本当に良かったんで、良ければ、もし差し支えなければ、なんかこういうあのドンキーたちのねアクスタを作ってくれれば嬉しいなと思いますっていうのを、もうお手紙書いて送りそうになったもんね、マジで。あのマジで島スペイン村のドンキーたちのねアクスタ作ってください、あったらマジで買います、マジで俺。
買って全種類7人全員買ってもうデスクに並べます。本当にこうこのねここにこの部分にこう並べます。7人プラス5ちゃんで。なんだってスペイン村ってアクセスないよね。そうだよね。なんか結構そういうさ、なんかオタク向けキャラクターとそうでないタイプのキャラクターって結構売り方違うもんね。だから多分んごちゃんはまあネットのキャラクターっていうのもあって結構オタク向けな感じの商戦だけど、確かになんかドンキーたちはそういうタイプじゃないもんな。いやでもちょっとね、オタクの俺からするとそういうタイプのアクスターいっぱい欲しいわって思うから、アクスター作ってほしいなっていう思いがあります。マジでなんでちょっと島スペイン村さんお願いします。本当にっていう感じかな。で、宮川さんね、買ってホクホクで出たらね、びっくりした。出た瞬間、出た入り口のすぐ左側で、キャラグリやってて、ドンキーがそこにいるの。うわ、びっくりしたって、もうすげえな、こう飛び跳ねちゃってさ、俺。え、やってんだ。あ、ちょうど時間だったんだ。え、撮ろうよ、つって。もう並んで、全然なんか、結構ね、順番もね、並び順も結構そんななかったから、並んで、友達がね、もうアレハンドロさんのね、肩人形と一緒に、ドンキーとね、並んでね、撮ってってやるから、あ、じゃあ撮りますって、はい、チーズってやってね、撮れましたよ。いや、超面白かったな。で、その後、スタンプの引き換えもやってね、そう、スタンプの引き換えもさ、びっくりしたの。インフォメーションセンターみたいなところで、うんごちゃんスタンプのスタンプラリーのやつを引き換えするんですけれども、引き換えのところのね、お姉さんがね、言ってくれんだよね。あ、お疲れさん、ゴーって。結構ね、ご年配のね、方だったっていうかね、割とね、結構歴戦な感じのね、お姉さんのね、方だったんだけどもね、その人がね、さ、お疲れさん、ゴーって言ってくれてるのが、すごいなんかちょっとね、あ、すごいいいなって思って、すごい良かったですね、あれは。っていうのもあってね、本当にね、すっごい充実したね、タイプの、一日っていうか、二日間でしたね。島スペイン村、めっちゃ楽しかった。男の人もちゃんとお疲れさんご、あ、そうなんだ。じゃあ、そこに並んでくれる人だったら、みんな言ってくれるんだね、お疲れさんごって。いやー、それ面白いなぁ。でも、そういう感じでね、すごい言ってくれてね、すごいなんか、んごちゃんとのコラボもね、こんなとこまであんのってぐらいさ、本当にやばいコラボだったしさ、俺なんかはさ、昔なんか別の作品でさ、なんか東武動物公園で、なんか別のアニメとね、コラボやってたから行ったことあったけど、その時のコラボなんかはさ、マジなんか、園内にさ、なんか等身大パネルと、なんか、コラボメニューみたいなやつがあるくらいなもんだったけどさ、だからさ、島スペイン村のと、んごちゃんのコラボ、こんなになんかやばいくらい密接にやるのかっていうくらいでさ、すごく衝撃だったし、なんかそれに見合わないくらいさ、双方のなんかクオリティとかもさ、すごく高かった。熱量がさ、スペイン村側も、んごちゃん側も、本当に熱量高いんだよね。もうそれがすごく良くって、なんかもうこっちもさ、なんか、もう行ってよかったなって思えるぐらいすごい良かったから、マジでスペイン村は絶対にもう一回行こうって思いますね。その友達ともね。もうなんか、もう、出た瞬間、もうなんか、もう、終わって、もう縁から出た瞬間、いやもう次いつ行こうか、みたいなね、いうくらいね、すごく良かったんでね、もう、めちゃくちゃ楽しかったっていう感じのね、あれでございました。はい。っていうのが、もう俺のね、島スペイン村行ったっていうね、まあ、体験レポっていう感じでございました。ね、すごく良かったです、マジで。まあ、全然ね、悪いとこじゃないんだろうなっていうのは、そのんごちゃんの配信とかでもね、見てた段階でも思ってたけどね。いや、もうすっごくね、いや、もうすごくじゃなかった。もうすっごく良かった。もう今ね、もうちっちゃいつがね、2億個ついてた。もう、すと5の間に、もうちっちゃいつが2億文字ついてた。くらいね、超良かった。本当に。なんで、マジで、島スペイン村も絶対もう一回行こうって思ってますね。くらいね。いや、まあ、正直ね、まあ、交通の便はバカ悪い。東京から行ったら片道5時間かかる。けど、それをね、全然チャラにできるくらい面白い。なので、絶対もう一回行こうって思ってます。まあね。旅費がただ何回でも行く。ああ、それはそう。でもね、いや、でもね、俺はね、もうそのね、
なんか2万なんぼくらい、あとなんかもろもろのなんかやつをさっぴいたとしても、もう満足、よかった、メリットの方がもうすごく大きかったと俺は思ってるから、絶対また行こうって思いますね。もうなんか交通の便が悪いなんて、もうそんな知るか、行ってやろってなんかファンになっちゃう。まあそうそうそう、本当にね、俺ファンになっちゃったかもしれない、マジで。だって未だにその本当にさ、もうちゃんとね、ダルとチョッキーをすごい好きだもんね。チョッキーめちゃめちゃ可愛かった、マジで実際なんかちょっとね、面白かったのはさ、そういう系のさ、なんかあれ、なんかドンキホーテたちがさ7人くらいいるんだけどさ、キャラがさ、その中でもなんかダルとチョッキーだけなんかやけになんかすげえプッシュされててさその2人がさ、いやその2人単体のグッズがあったりとかねもあったんだけど、で後から調べてみたら確かにそのチョッキーとダルの2人がすげえ人気だって聞いて、ちょっとなんかヒンになっちゃったっていうねなんかドンキーが主人公であろうなのにでもちょっとね、そういうのもあってね、なんでパルクエスパーニャ絶対もう一回行きましょうっていうね。ストーリーで絡みがあるわけじゃないのに、なぜかコンビなんだよね。そう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 、そうなんだよねマジでなんかあんまり絡みないし、マジで声優つながりぐらいしかないのにねあの二人でも好き、でも好き。特にチョッキーすげえ可愛かったな。誰も、誰はそもそもね普通に可愛いなって思ってたんだけど、チョッキーはマジでなんかそのミュージカルとかで見て見て、あ、可愛いこの子ってなって、すごい好きになったっていうね、のがありました。かなって感じだったね。もう、すごく面白かったし、は、全然1時間で、いや、もう語り足りないよ、まだ。全然ね、話してないことがいっぱいあるんだけどさ、ちょっとね、22時からね、少しいろいろとね、見たいものとかもあったりするので、そろそろ終わりにしないといけないんだ。ごめんなさいね。ちょっと、本当はね、22時からまたなんか、無起動でね、2時間ぐらいやろうかと思ったんですけどもね。22時から見たいやつとかもあったりするんで、そろそろ終わりにしようと思います。本当にね、結構今回はね、みんなさん来てくださってありがとうございました。というわけで、次回の配信については、明日、4月1日、エイプリルフールですね。皆さん、ちょっと4月バカ、何しますか？俺はですね、まあちょっと、俺は、まあでも、いつも通りに、配信しようかなと思います。いつも通りに、まあ、22時から雑談配信しようかなと思いますね。いつも通りに、そう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 。みんながね、4月バカだ、エイプリルフールだなんて、ね、なんか言って、なんかこう、いろいろとね、こう、趣向を凝らした何かをいろいろね、すると思うんですけれども、俺は、その中でも俺は、まあ、いつも通りにね、何も変わらないタイプのね、まあ、雑談配信をね、明日、4月の1日、22時からやろうと思います。ので、そちらの方もお時間が合う方は、ぜひ来てくださればいいなと思います。って感じでございます。日曜日は、2日の日曜日は特に何かするかって予定はないんですけれども、まあ、なんかやれたらなと思います。ちょっとね、あのあれ、あの、アースペースフォーザーアンバウンドがちょっと間空いちゃったから、それやりたいなと思うけれどもね。じゃあその辺はちょっと、おいおい、ツイッターの方で告知します。かな。高橋ございました。本当にね、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。前村天然ですね。本当にね、お前は本当に、お前は本当にあとちょっと職員室行きなさい。まあそうですね。もう全然ね、いつも通りなんでね。もういつも通りに、まあちょっと軽い気持ちで来ていただければなと思います。という感じでございます。以上ですね。じゃあ本当に本日は皆様来てくださってありがとうございました。よければチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価等々よろしくお願いいたします。ではでは、また次の配信でお会いいたしましょう。お相手は一般男子高校生、西村春樹でした。じゃあ、またね、バイバーイ。